ある日、地方に住んでいる6歳の幼女が一人行方不明になった。母親が公園で主婦友達と話している数分の間に公園からいなくなってしまった。どこを探してもいない。警察も検問を各地に配置したが一向に見つからない。警察も半分諦めていた。1ヶ月後、諦めきれない親がとうとう最後の手段ともいえるアメリカで有名な投資能力者を大金をはたいて招いた。早速両親は娘が今どこにいるのか投資してもらった。投資能力者は投資を始めた。何分か経って投資能力者は一言、この子は元気ですよ。この言葉に両親、親族は大喜び。さらに投資能力者は、この子の周りには豪華な家具が見えるので、多分裕福な家庭にいることが推測されます。この言葉に両親、親族は多少の疑問を抱きながらも喜んだ。そして母親が確信に迫った。娘は今、どこにいるのですか？詳しい場所を教えてください。と尋ねると、投資能力者は一言、こう言った。あなたの娘さんは世界中にいます。世界中にいるのに元気ですよということは、臓器売買でバラバラにされてしまったようです。私は両親と妹の4人家族だ。ある日家族全員でドライブに行った。私が運転していた。山道で車を走らせていると、長いカーブに差し掛かった。スピードを緩め曲がっていると、後ろから車が猛スピードでやってきた。その車は後ろからぶつかってきて、私たちの車は崖に落ちた。私は奇跡的に助かったが、妹と母は残念ながら亡くなった。私たちの車にぶつかってきた車は、そのまま逃走したらしい。しかし、父だけは未だに行方不明。絶対に探し出してほしい。家族のために。家族全員でのドライブだが、車一台で行ったとは書かれていない。ということは、ぶつかってきた車は、父親が運転していたということ。ある家族が、妻の実家に遊びに行くために、田舎までのバスに乗っていた。山のふもとあたりまで来た時に、子供が、お腹が空いたと、ダダをこね始めた。しょうがなく、途中のバス停で降りて、近くの定食屋で食事をすることにした。食事が終わり、定食屋に設置されているテレビをふと見ると、さっきまで家族が乗っていたバスが、落石事故で全員死亡というニュースが流れていた。そのニュースを見た妻は、あのバスを降りなければよかった、とつぶやいた。それを聞いた夫は、何をバカなことを言ってるんだ、と怒鳴ったが、すぐに、ああ、なるほど。確かに降りなければよかった。と妻の意図に気づき、こうつぶやいた。途中でバスを降りなければ、タイミングがずれて、事故は回避できていたかも。反対していた両親を押し切って、今日から一人暮らし。一人で起き、朝食を食べ、ゴミを出して支度を整えた。憧れの一人暮らしを実現できたことで、私は満ち足りていた。家に鍵をかけ、毎朝花に水をやっている近所のおばあさんに挨拶をして、私は学校に向かった。念願の一人暮らしのはずなのに、毎朝会うおばあさんに会っているということは、一人暮らしを反対していた家族が殺されてしまったということ。私は仕事の時はいつも電車に乗っている。今日も電車に乗っていると、突然目の前に女性が現れた。はあ、またか。もう慣れたもんだが、やはり気がめいってしまう。この主人公の仕事が電車の運転士だとすると、今回は意味がわかると怖い話、5話をご紹介しました。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、
また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。